桜庭純子役白石涼子です。はい、星川高音役平川大輔です。いやお疲れ様でした。今ねまさに収録が終わった直後なんですけれども、ちょっと汗だくなんですけど、どうしよう。すごい汗かいてるね。もうなんかいや、ぶっちゃけていいですか。あ、どうぞ。初めてだったんですよ、こういうなんかセクシーなの。そう、いやドキドキした。いやもうなんかもう平川さんお願いしますって感じですよね。とんでもねえです、そんなもうめそもねえ、ありがとうございました。ね、なんか割とこう2人で男女で絡みのシーン、まああの何ですか、映画の、はいはい、外国映画の吹き替えとかっていうと割とありますけれども、うんうん、こういったこうドラマ CD とかで男女のってなかなかないですからね。ねえ、こんな絡むんですね。ね、いやドキドキしちゃった。ドキドキしました。聞かれた皆さんどうでしたかね。いかがでしたか。ねえ、ちょっと平川さんの声に私の声かぶってたんであれですけど。いや何を言うんですか。いや、みんな平川さん聞きたいのかなみたいな。違います。今もう男性の方たくさん聞いてらっしゃいますよ。これが白石涼子の初めての。なんかそこだけ聞くとなんかちょっと違うんですけど。失礼しました。はい、いやでもなんかあれですね、お坊さんとね、英語教師の恋っていうね、はい、そうですよ。すごいなんかその設定だけでちょっとエロセクシーですね。言い直しましたね今。なんかお前そういう言葉遣いすんなってね、怒られたばっかなんでさっき。もうね、でもね、高根さんはもともと結構英語いけちゃう人ですからね。ね、彼女のために会いたいがためにこう、ね、通っちゃうっていうね、通っちゃう一途なんですよ。まあね、不器用な、すごい一途ですよね、不器用な男ですから。もう聞いてる人わかんねえだろうなこういうの。いや、あ、若い子はってことね。いやでもなんだろう、まあ、もともとね、はいはい、漫画で絵のあるものじゃないですか、うん、はい、そうですね。なんでもちろん私たちもそれをね、うん、しっかり見て演じさせてもらったんですけど、はい、いかがでしたでしょうかね。大丈夫ですか ね大丈夫だったでしょうか。まあ、あの多少ねこう尺の問題もあるので、うん、シチュエーションがちょっと違ったりってなるかもしれないですけれども、うん、ぜひこう原作と合わせて、うん、ご覧いただきながら聞いていただいたりするとまたちょっといろんな感じ方とかも、ね、楽しいと、ね、楽しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ聞いてください。はい、そして後ろのトラックにはね、うん、若い野郎どもが頑張ってますので、はいはい、もうそちらの方も合わせてお聞きいただければと思います。はい、本当に最後までお聞きいただき、はい、ありがとうございました。